ふわってきた。ふわってくるわ。すごい匂い。すごい匂いがふわってくるわ。これって、あの、完成しているお茶っぱやね。うんうんうん、あの、青番茶。これ、すごい匂いがする。美味しそうな香りするから。これはええなぁ。キヨさん、それそろそろパッケージ作らないかんじゃん。ちょっとみんなに飲んでもらうためにも、パッケージちょっと僕考えるんやけど、どうなん、今年は少し販売できるんちゃうかなと思って。少しな、うん、少しだったらできるかなと思う、うん、でもあんまり大きい袋じゃなくてもいいかなと思って、あの昔の泡番茶の袋ってすっごいでかいんですよ。すっごいでかい、もう四つ切り画用紙みたいなのサイズみたいな大きい袋に入ってるんですけど、通常だけど多分そんなサイズじゃないかなとかも思ってきて、ちょっと自分が使うのになると、でいろいろコーヒー飲んだりお茶飲んだり、あの青番茶飲んだりいろいろするから、その場合だったらあんまり大きくなくて、ちょっとこうあの置きやすいこうサイズでもいいかなと思って。キッチンに置きやすい。そうそうそう、じゃ あの大きかったら、そうなんよ、だから私がまずあの普段大きいサイズ使ってたら違うところに大きい袋を置いといて、でそれをジップロックとかにこの小分けして入れて、それをこう使ってた。大きいのを常に台所の狭い私の家のそのキッチンのところに置いとったら大変やん。うん、うん、だからどうせ小分けするんやったら花から小分けしとる方がいいんじゃないかなと思って。じゃあちょっとこの小分けした用の、うん、まあ小さいサイズをちょっと、うん、考えてみようかな、うんうん、その方が台所に置きやすいなと思って、うん、でいや、うん、今年ね販売するのやめようかなと思ったんやけど、量は少ないもん、うん、ただやっぱり飲んでみたいっていう方多いから、うんうん、でちょっとなんだったらもう少ないけど、うん、皆さんに飲んでいただきたいなと思って、うん、そうですね、うん、でちょっと今だいぶずれたんですけど、やっと収穫が終わったんで、そうそうそう、お米の収穫をとりあえずしとかないと、ね、今年台風がねもう次から次に大きい台風が来たので、もうその台風に合わせて根刈りをしてたらやっぱりちょっともうそっちが最優先、家の外にあるものが最優先になるので、家の中にもあまあ、じゃあ入ってしまったらちょっとこう時間的な余裕を持ってしまうので、うん、ちょっとずれてしまったんですけども、まあこれはしようがないよね、やっぱり外にあるもん優先や、うん、で、あと今めっちゃ美味しそうな香りがしたから、そう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 、これ飲むだけだったらちょっともったいないかなと思って、お茶で飲むだけだったらやっぱり、うん、お茶で飲むのも美味しいんやけど、なんかこうなんかこの香りと味を生かした、うん、なんか食べ物にできたら、加工品とかにできたらいいなと思うんやけど、うん、ちょっと私の力だけではどれぐらいかわからないので、うん、とプロの手も借りれたらいいなと思うので、うん、ちょっと探してみようかなと思ってます、うん、思ってます、いいですか、思ってますって言う人いいですか、うん、誰かそういう方おりますか、ちょっと当たってみます、はい、すごいいい香りがするので、このアバン茶を洋菓子とか和菓子とかこうあまりジャンルちょっとまだこう何も決めずにこうなんか泡番茶使ってやってみようかなって言ってくださるプロの方がいらっしゃいましたらぜひご連絡ください。すごくうまいことできたと思うんです。これもう自画自賛かもしれんけどな、違うな、自画自賛かもしれんけど、うん、でもすごい一生懸命これ作って実際自分で泡番茶をずっと飲んできた自分なりにこの泡番茶は美味しい泡番茶だなと思うので、ぜひこうよろしくお願いします。いいのになると思うんです、うん、名物になるかも。
産になるかも。徳島を代表する何かになるいや、日本を代表する何かよろしくお願いします。ほな、楽しみにしといてください。はい、ほなまたね。